はい、どうもでーす。スケーワフ、13の練習対戦研究実況プレイ22回。22回いきます。今回は、りょう、坂崎、りゅうこチーム一人目。まあ、空手はりゅうこチームとはまた別なんでね。一人目っすね。教えてやろう。極限の拳を。うん。全ての量はね、ネット対戦で当たった感じだとなんか弱個法の隙がなさすぎるんじゃねえかっていう気がする。そんな気がした。どうしようかな。この辺。おーす。量のね、構えモーションがね、立ちポーズが昔の感じに戻ってると。12どんな感じだったか忘れちゃったな。12これだっけ ?12 からだったかな、これは。タチ D が下段の下なんだ。タチ B が前に長い。吹っ飛ばしは変わらず。うん。めくれるね。りょうってそんなにめくれるキャラじゃなかった気がするけど。今回めくれるね。うん。やっぱアッパーの発生がすげえ早いんだ。うん。お、なんだこれ。なんかゲージ溜めとかありそうなモーションだな、これ。よし。巴投げ。谷落としじゃなくて巴投げの方なんだな、両方とも。まあ無理だろう。昔に比べたら硬直短い気がするけどね。氷柱割り。中段技で強攻撃からつながる。まあ変わらないですね。ちょっとリーチがね、前に進まなくなった分短いかな。見た目よりは強いか。ダメージは結構あるね。で受けと、うん、これはまあ変わらずだな。じゃあうん。ヒットストップないんだね。ヒットストップは全くない。あ、前で、闇バレ取れんだ、これ。結構でかいんだな。ほんと足元以外は取れんのかな。強いね。キャンセル視察技が出せるんだと思いますね。ここを。これ好きないよな。うん。例えば、これってなかんのかな。あ、つながるか。難しいけど。つながるね。あ、2発入んだな、これ。これはキャンセルできないと。まあ、こんな感じでキャンセルができると。で、EX 版。1ヒットなんだ。ダメージが高い。なるほど。弱が1ヒット、強が2ヒット、EX は1ヒット。まあ、なんかスパ4の竜みたいな。竜みたいだから、それはまあいいか。貢献。上にでかいね、結構ね。牽制だね、牽制。今日は前に進む。ああ、おうちできる。変わらんね。ああ。あ、これも入るんだ。昔は、入んなかったよね。これは入んないか。あ、弱が入る。今日は発生が遅いのか。弱と EX は早いと。多分無敵はでも今日にしかないんだろうな。ちょっと待って。引きつけすぎかな。相打ちになった。
おお。あるかなこれ。リュークランブ入んのかなあのタイミング。なら別にリバーサージャックでもいい気がするな。メッツ入るかこれ。今日は無敵があると。なるほど。EX 貢献。あ、ジャックから繋がるわ。早いね。今日ここも間に合う。なるほど。コンボ用かな。禁止布局。立ち火キャンセルできるのか。あ、できるね。近距離だと 2ヒットする。で今日は3ヒット。最後のリーチが短くなったな、昔と比べると。発生が早くなったせいで、なんか、持続が短いみたいな感じになってるか。打点が高いのか。打点が高いんだな。これ、おうちできるんじゃなかった。できないか。なんかあったよね。浮かせてからかな。EX 版が、浮かせ技みたいになってる。なんかで浮かせて、わからん。まあいいや、それ後で。多分ループがあるんだよね。こうポコポコ浮かせる。うん。ここからなんかもっと入りそうな、こんなに以外にも入りそうな気がするけど、断裂剣。飛車ただ4つだけか。断裂剣イントネーションが。なんか、タクマと比べると相手の動きがおかしい気がするな。弱は滑りダウン。今日は浮かせる。端だと追い打ち可能ですね。弱の意味はあんのかな？その後の置き攻め？ダメージがどうのとかいうことあんのかな？タクマだったらこれ、タクマじゃない、空手か。空手はこれ、何発か入るんだけどね。それも入んないし。何でしょう。何ができるんだろう。わからんね。で、長いな。お、大島で行っちゃうの。ドライブキャンセル。まあ、もったいないでしょう。あ、オースは動けばいらないのか。単純にダメージ取りに行く感じかな。最後真上に行くのかな。やっぱそうか。中央でも追い打ち可能だけど、補正かかりまくって全然減ってないじゃん、これ。いまいちだね。全然減らねえな。対して、ダメージ取れないぞ、断裂剣。空手の断裂剣も残念な技だったけど。で、昇降剣。相変わらず弱は遅い。ずっと昔より早いと思うけど。今日は早いと。使わざるを得ない。お、キャンセルできる。中段単発キャンセル可能になっとる。おー。昇降剣ならガードされたりもリスクは大してないだろうし。長飛でキャンセル可能になってんだね。まあ、差し合いでぶっ込むか、コンボ用か。まあ変わらんですよ。昔と同じ昇降剣。で、リュコランプ。弱と強の。あんま変わんない？これが、
ッキーのこっから入るのか。おお入った。これ狙うのありかな。どうですかね。リバーサーっていうのは、まあ、リュークラムの方が減ってるけど、いや狙えなくはないんじゃないかなこれ。ね、勝てたら勝てたらいいし、一方的に負けることなさそうだし、美味しいんじゃないか。で、マックス版。なぜかこっから入れてみる。お、昇降圏で締めるようになってる。タクマをパクったか、ついに。じゃ、単発のダメージ。ダメージ、そこそこあるね。これやっぱ最後の昇降圏って固定ダメージなのかな。空手はそうなんだけど。で、ダメージだとしたらコンボの締めにはいいんじゃないですか。発生がまた早そうだし。まあ早いでしょう。はい。で、天地覇王拳だね。新天地覇王拳。新天地。一撃天地。ちょっと、何言ってるか分かんなかったよ。一撃。エコーも入ってよくわかんないことになってるけど。くそ、打ちながら。うん。いけた。いいね。エフェクトがいいですね。あ、でもちょっと暗転終わった後に、一瞬あるね、これ。そんなに発生早くはないかもしんない。早い方ではあるだろうけど。ぴったり当たる感じで。見た目はいいけどさ。あれ届かないな。ガシッて、こう、手を握るあれがいいね。うん。単発入るんだよね、これ。できるよね。当たったら死ねるな、これは。今回別にスタンチ高いとかそういうのはないのかな。スタンチって表示できるんだっけ？スタンチ。うん。3あるか。うん、強パンで7ある。ゼロですね。サンチはなしと。ダメージが高いだけの技ということで。おーっす。まあ技少ないからパパッと終わってしまったけど。なんだろうね。ちょっとドラキャン。何があんのか。キャンセルはできない。なんだろうな、なんか俺やられたんだけどな。何を食らったんだろうな俺は。王権、古法、低い客か。あ、こうかな、こうかもしれないな。王権、こう言って。わからない。あー、これか？こんな感じかな？いやー、ちょっとわからんな。で、あ、そう。まあ、これはあるわな。マックス版ってどっからいけんだろう？最後の立ち吹っ飛ばしの後からいけんのかな？入るね。いいんじゃないですか。
ここまで引っ張れれば十分じゃないかな。最後の昇降圏が減るんだろうけど。よし、そこを踏まえてトライアル行きましょう。そんな難しくないでしょう、量は。空手みたいなブレーキングとかもないし。あ、そういえば今日パッチ配信されましたね。うん、ちょうど撮ろうと思って KOF 立ち上げたら、パッチが配信されておりました。オンライン周りが改善されとるはずですね。ほい、カラー作ってなかった。これでいこう。うん、おっす。寮の金髪ってこれ染めてんだっけ。なんかそんな話なかったっけ。違うキャラかな。うん、おーす。出た。よし、一発。おーす。目押しはね、できるようになれば結構強いと思うんだけど、難しいよな。おっと、リーチが短いな、やっぱり。はあ、よし。壊す飛び込み。あ、中段なのかな、これ。中段じゃねえや、めくり。で、あ、これ結構上に上がるんだね。中央でもう一度できるのか。オッケー。これは中央での2ゲージか、今のコンボ。まあ、使えるとは思うけど。なんか、あ、これは入んないのか。単発でリュークランバーいけないのか。出ない。無理か。じゃあ、使うしかないのか。お、こんな入る？あ、おう、拾えた。あんな遠かったら大してダメージねえ気がするけどな、聖剣好き。うん。あ、こん、で、また出ないよ。こうだ。ここの発生が遅いから出ないのかな。なんか波動、昇竜斜め上パンチでやったらね、出ないんだよ。多分、古法が遅いんだよな。古法が遅いせいで出ないと。で、古法貢献、古法貢献。貢献 EX 貢献。貢献、リュークランブ。あ、ここはスパキャンできるんだ。じゃあ。でね、あ、これ距離がな、遠いとこうなっちゃうよ。出ないぞ、キャンセルが。これは出せるな。じゃ、出せるはずだな。冒険でね、出た。波動2回っていうのはないから、普通に新波動を波動2回でこうでいいか。これでいいか。高すぎる。タイミングがよくわからねえんだな。なんだろう、出づらい。キャンセルしづらいな。おっと、すごいキャンセルしづらい。しっぱなし入力でも出ないし。
うん、逆でやってみようかな。なんだろうな、全然キャンセルできない。うん、できるよな。ちょっと遠いとすごい短いんだろうな。っていうのは分かるが、押しっぱなし入力しても出ないのがよく分かんない。ちょっと見てみる？多分普通にやってるだろうけど。だよね。あ、しかもスパキャンじゃないじゃん。あんな上まで上がるんだ。なんでキャンセルできないのか。止めでいいのかな。2回目以降ができない。全くできねえ。なんだこれ。貢献だけ出ねえな。なんでだろうな。こんな簡単に出るんだけどな。よし。オッケー。よし、できた。かなり遅めだね、これ。なんか知らんけど、押しっぱなし入力が効かないですね、今の。古法貢献は。かなり遅めにキャンセルしていかないとダメだった。で、これ、タクマもできるな。空手が。空手もこれできるわ。OK。よし。よし。そろそろ、あ、発動コンボ来たね。8個目か。ちょっと待って。貢献、古法貢献、古法貢献、貢献、古法貢献、貢献。またこれか。お、できたじゃないか。わかったよ、これ。古法貢献は極めたぞ。よーし。タイミングわかった。疾風脚使うのが全然なかったね、なんか。あったあった。古法疾風脚、古法疾風脚。だよな。これいって、あのね、いいつもが出ない。全部入ってるの。高さが、一発目の高さが難しいのか。そういうことか。で、発動、強パン、前、疾風脚、後方疾風脚、後方疾風脚、後方斬裂剣、後方後方リュコランブ。おう、短い。うん。出なかった。これな。おっと。あ、遅かった。後継2発目が遅かったな、今のは。EX 版だ。 EX じゃないと当たんないのか。おいし、
ケー、分かってきたぞ、リョウは。もう、難しいな、後方貢献だけか。これも最後でしょ、最後でしょ、これ。まだ26分ですね、ノーカットだったら。で、違うか。EX 版も使うのか。EX 後方貢献、貢献、後方貢献、貢献。後方貢献、貢献。何回入れんだ、貢献を。で、ドラーキャン。HD キャンセルだっけ。マックスキャンセルか。未だに用語が覚えられない。おっ、ならなかった。おう、遠いな。はーい。よし。バッチリですね。これは倍数より短いぞ。27分で終わった。早かった。尺余り。尺余りまくり、これ。どうしようか。なんか、ちょっとギャラリーでも紹介しようか。さすがにね。手持ち無沙汰というか、もうね。実績を解除していくとね、こう、ここが解放されていくんですよ。2003以降の登場キャラ総登場みたいなイラストなのかな。なぜかマイがメインですけど。ね。なかなかいい絵ですね。うん。ちょっとあとはアイコンとか見せていくか。タイムアタックをクリアするとアイコンが1個増えるというのがあって。ね。こっから下ですね。このね、デフォルメキャラの絵は可愛いね。いいよね。うん。今回、これ前のキャラか。誰だっけ、これ。よくわからんな、これ。何の絵だ、これ。ん？ああ、空手？空手じゃないよな。空手これだ。あれ？これ何の絵これ？この絵を見てもなんだかわからん。え？何これ？パッチでなんか配信された？もしかして。パッチでなんか増えたのか？わからんけど、なんか知らんキャラのがある。このクーラーとかいいよね。びっくりマンみたいでね。うん。という感じで。28分。まあ、いっか。じゃあまた次回よろしくお願いします。失礼します。